正面から見た、像横から見た、像玉仏園は、世界最大級の翡翠の仏像の一つが存在する、寺院群である。中国遼寧省安山市に位置し、22,104平方メートルの面積を占める、2.19公園内にある。像は高さ7.95メートル、幅6.88メートル、厚さ4.10メートル、 重さ260.76メトリックトンの翡翠から作られている。石の前面は釈迦が掘られており、後ろ側は観音菩薩となっている。この石は1960年7月22日、翡翠が名産となっている安山市内の茎岩を満足自治県で発見された。州の宝となり、中国首相の州恩来によっても守るべき遺産として認識された。 安山市政府は像の制作に際して120人もの彫刻家に依頼し完成までに18ヶ月を要した。寺院軍は1996年9月3日に開かれた。仏像の入る建物は観論が33の姿に変身できるとされる仏教の説に基づいて高さ33メートルに設計されており古代中国建築を用いている。 ありがとうございます。